こんにちは、 AKB48 チームエイト富山県代表のハルピョンこと橋本春奈です。こんにちは。ということで、寝落ちした私昨日。あれ嘘、え、私昨日寝落ちしましたっけ？いや起きてた気がするんだが、あれあれ、え、いつ寝た私、え、昨日配信中に寝たっけ？やばい、配信始まって早々疑問が生まれてる。755にお休みがなかった、ごめん、寝落ちてはないです。元気でした。はい、ちゃんと寝ようと思って寝ました。すいません、なんか申し訳ない。ごめん、全然起きてた私。大丈夫だよの、起きてたっていうかちゃんと寝ようと思って寝た。だから安心して、石川のチケット、お、嬉しい、ありがとうございます。石川のチケットなんかあれなので、ぜひ先着順らしいんで、はい、取れなかなんかと、そう、早い方がいいらしい。とりあえずよろしくお願いします。ちょっとテロップに、バレンタインのこのイベントちょっと結構ちゃんとオムライスぐらい頑張ろう、オムライスまではいかないかもしれないけど、オムライスぐらい頑張ろうと思ってるので、ぜひお願いします。あとは何を喋るか、TVer さんはまだ入ってないもんね。まだやってみちゃ入ってない。今見なきゃいけないものはない、何も。何もないか。じゃあ、もう本と配信していきます。お菓子でも食べながら、最近は差し入れお菓子が多い、嬉しい。お仕事いっぱいできてる証拠。クッキーばっかりもらってる。イヤさん、芋虫チョコありがとうございます。ありがとう。食べます。パンダ、ともゆきさん、お紅茶ありがとうございます。そう、現場現場で差し入れがあって、やっぱ差し入れ残すのもったいないなと思っちゃって、そう。え、全部持って帰ってきてるわけじゃないですよ。食べたいやつ全然、終わってから、終わった後も、あの、食べたいやつ持って帰ってくださいって言われるから持って帰ってる。
熊高さん、お紅茶ありがとうございます、嬉しい。バレンタインの集めてるのでありがとう、嬉しいです。ちょっとイヤホン、現場のお弁当は種類がありますか？だって、現場によるかな。現場による。なんかほんと差し入れに関してはお弁当もそうだし飲み物とかもそうなんですけど、現場によります。あるだけマジありがたい。本当にだからわがままは言いません。あるだけ本当にありがたいので、大好き。ただなんかそのじゃあ最初に現場に行かせていただいた時に、何か食べれないものとかありますかって聞かれた時は答えますよ。それは正直に答え、食べれないもの、お菓子とかで食べれないものを正直に答えます。チョコチップクッキーとミルククッキーどっちがいいと思いますか？赤バラみんなありがとう、ありがとう。チョコチップ、じゃあチョコチップにします。まあきっとミルククッキーも食べると思うんですけど LINE のバックアップ取れないんですけど、なんで1月から取れてない、めっちゃ不安。どういうこと、なんでだろう。容量重い、
でも容量オーバーの時って容量オーバーですって言われるよね。だから違うと思うんだ。違くないのかな。理由知りたい。今すっぴんで、いやすっぴんだわ。すっぴんかどうか確認される方って何知りたいんだ。何知りたいんですか。アプリのアップデート確かにしてないわ、ずっと。ワンちゃん。エラーが発生しました。ほら、なんで？ちょっと一回アプリアップデートしてみる。え、アップデートしてから通知の通知来ませんって書いてあるね。アップデートしなきゃよかった。最悪。アップデートしてから通知来なくなったって書いてあるんですけど、レビューに。最悪です。通知来ません。私の LINE ごめんなさい、先に言っておきます。終わった。一旦これででもバックアップ取ってみるね。最悪だ。さっきは 30% から進まなかったの。だからその 30% を越すかどうか。まだ29。お、30来た。越すか。31行くか。行ったらこっちのもん。って何って感じですよね。うわ、いかなそう。31から増え、30から増えなそう。
負けてるわ。うん、エラー。クラウドのストレージ？いや、まだ大丈夫。トークのキャッシュを削除します。キャッシュは削除しても大丈夫っぽい。何回も削除したことある。消えた。トークごとにデータを削除。そんなのできるんだ、すご。このメンバーがいませんとかのトークもういらなくない？絶対。アイオンフェス、アイオンフェスいらない、もう重い、無理、消す。アイオンフェスごめん、消す。松木用のトークデータもいらない。これ誰、何のあれだろう。ちょっと分かんないから残しとこう。怖い。8月7日ティフもういらない。もう「メンバーがいません」と「メンバーなし」の違いって何なんだろう。怖っ。これもいらない、消す。ボーカルフェスもいらないでしょ。もう終わった。フィッシュワンも、わ、フィッシュワンは残しておきたいな。多分映像ここに入ってる、お魚天国の映像。うん、アイコレフェスいらない。ニューイヤープレミアムパーティー大丈夫。なしはアカウントがない。じゃあアカウントがいませんみたいなやつは、メンバーがいません、
ってやつは。最強フェスも大丈夫。アイアライブとか懐かしすぎるでしょメンバーがいません、多すぎる。これもいらない。いらない。メンバーがいません。アカウント消し。複数人のメンバーでのトーク退出。じゃあなしは？え、むず。調べたら大体どちらも一緒みたいなことが書いてありますじゃあ区別すんなナインさんよ、区別されるとよ不安になるだろう。アルバムとトークを除く全てのメッセージとトークデータが消されますってことは、別にトークは残るんだ。あ、そうなんだ。じゃあめっちゃ消していいじゃん、バンバンに消していいじゃん。別に写真とかってことでしょ。いらないいらない、その時に保存してなかったらいらないってこと。うん、なんで配信しながらさ LINE の整理してんだろう。めっちゃおもろい。アットジャム、アットジャムもいらないよね多分。もう、うん、フィッシュワンは残しとくんだって。プレミアムパーティー、え、これ2022とか残ってる。いやーもうこれが残ってるから、こういうのがいっぱい残ってるから、昔のやつとかがさ、だからどんどん重くなるんだよ私の携帯はそう、ここら辺もいらないな。いらないか、いらないよな。10月、武道館の時の映像とかを全部ここに保存してあるやつとかいらないかな、いるかな、持っとくかな、持っとくか。一応これで結構消えました。これでバックアップ、トークのバックアップが取れるのか。
AKB 辞めたら多分 LINE も買えるから買えないのかな、どうなんだろう。でもいろんなグループからは退会したりとかするし、いろいろ減りそう。だってでも別にさ、高校の友達とかもさ、私中学からの友達の LINE 4人しかいない、小中すごくない？あ、でも花束ぶつけてきた子は別ね、それその子はしたら5人なんだけど、やばいですよね。小中学からの友達の LINE、 高校は別ね、小中の友達の LINE5、4、4、5、4、5人。花束ぶつけてきた子は全然私の学校は違うんだけど、同じクラブ活動みたいな、スポーツのクラブ活動みたいなのに参加してて、その子と仲良かったんだけど、高校に進学してその携帯をお互い変えたことによって、メールしてたんだけど、そのことはでもしなくなって、メールアドレスを変えて、そう携帯変えたからメールアドレス変えて、でその時 LINE なんてなくて、だからその連絡取る手段がなくって、高校3年間過ごしたんだけど、高3の時の卒業式の日に、あの富山の駅前のゲーセンに行って、その私は普通に部活の女の子たちと一緒にあのプリクラを撮りに行ったのね。でそしたらその子もたまたまその日にプリクラを撮りに来てたっぽくって、でそしたらそこでなんか花束をとある人からぶつけられて、あごめんなさいって言ったらその人で、ってなってよく自分たち分かったなと思うんですけど、顔とかで。そう、そこからまたより高校卒業してより仲良くなりました。そう、高校3年間はマジだから知らない人、知らない関係みたいな感じだったんだけど、そうでもそこから一緒にご飯行ったりとか遊びに行ったり、プリクラ撮りに行ったりします。うん、あんたはブルベだよって教えてくれた女の子、私にね。このチョコチップクッキー美味しすぎてなくなる。また差し入れの時に出ること期待してよ。チョコチップなら食べれるんですよね。自分で買いたい。いや、なんかどこに売ってんだろう、わかんない。こういうさ、差し入れで出るちっちゃいお菓子ってどこで売ってるんですかね。
アルフォートは食べようと思えば食べれるけど、差し入れの中にあってお腹空いてなかったら食べないかもしれない。うん、ちょっとチョコの部分が多い。ちょっと多すぎる。熊高さん、お紅茶ありがとうございます。そう、割合、あとなんか分離するじゃないですか、チョコとクッキーが分けれちゃうでしょ、それが嫌なんですよね。ん、 LINE バックアップ取れない、なんで。 Twitter で調べよう。なさそう。普通に携帯のアップデートかな。そうっぽい。でもさ、これダウンロードしたらさ、後でにしよう、めんどくさ。後でにしよう。こんにちは。原因が分かんないからもう何もできない。不明なエラーって一番嫌いな言葉。不明ってなんだよ。iOS のバージョンはちょっと後で、あれが終わったらやります。
配信終わったらやります、うん、不明なエラーの後に何か数字出てきませんでしたか。だってえ不明なんかエラーが発生しましたしか出てきてない。数字なんて出てきてない。不明なんですよ、だから不明なんですよ。1月19、18の最後、最後が18なので1月19に何かがあったってことですよね。仕事なんかマイクロチップ埋められた？その時。埋め込まれたかも。まあいいや、いいのよくはないけど、いいや、めんどくさくなっちゃった。え、私も1月18からアップ バックアップ取れてなかったです。今見て、え、待って、じゃあ同じ、え、みんなも見てみてもらっていいですか。え、待って、そうなのかな。じゃあなんか私だけじゃない、 LINE のバックアップ取れてます、皆さん。ググったら LINE 側で不具合が起こってるっぽい。それはなんか通知がうんぬんでしょ。バックアップは？別？一緒？2020年からしてませんやばいやばいやばい、え、ググロ、ツイッターで私調べちゃってる。クラウドドライブをオフにしてる。いや、これまで取れてたからそんなことはない。最初に疑う原因は LINE アプリのアップデートしました。設定で iCloud ドライブをオフにしていたら、設定で
iCloud ドライブを iCloud から、iCloud どこiCloud いません、すいません、どなたか私の iCloud ってどこにあるか教えてもらっていいですかね、すいません、iCloud いないんですけど、あ、いました、いました、すいません、ありがとうございます、いました、 iCloud ドライブオンだよ、ちゃんとオンになってるよ、で次はストレージの容量、ストレージ管理、いやこれも LINE はオンでした、APP のバックグラウンド更新、このいつもわかんない APP ってこれなんて読むのいつも APP って読んじゃってる、モバイル通信でもできるようになってます、LINE もオンになってます、次、iPhone ロックされてない、え？全部できてるんですけど、なんでできないの？アップル&パイナップルの略、はあ、アップって読むらしい、へえ、アップ、アップだって、アップ、調べた中でハルピアンがやってないのは再起動ぐらい、うん、再起動は配信終わったらやる、じゃあ アプリケーションって意味、ああなるほどね、そこの APP を取ったのか、もっちーさん、お紅茶ありがとうございます、はるぴょんが喋ってるだけでもう可愛いありがとう、やば、大丈夫、前髪こんなんだけど、クッキーばっか食べてるけど、原因わかんない。チョコチップクッキー美味しかった。え、私も自動にしてたんです。え、葵さんはできました？バックアップ取れました？新しく。え、私だけ取れないの？もしかして。
まだできない。え、だよね、お揃いだよね。私もできないんだよね、もどかしい。カキカキしなきゃ、全然終わってないランキングカキカキ全然。でも1位から10位の方は終わりました。一応ドボンのランキング確か、うん、あと11位から100位。でも何も見るもんないもんね。そしたらカキカキしてていいのか。チャレンジのは今日だけ、いや昨日のもあるはず。14日までずっとです。iCloud の空き容量はいっぱいあるんですけどね、なんでだろう。チャレンジは全部で6回もらえるって書いてありました。だそうです。6回もらえるらしい。初めて来た人が投げないよりかは投げてもらった方が嬉しいので書いてはおきます。このまま2日で1個とかなのかな、わかんない。チャレンジが2個目がもらえません。なんでだろう、毎日くれてもいいじゃんねケチ。ケチだ。でも多分いつかはもらえる。何日かは知らないけど。うん、あ、やばい、眠たくなってきちゃったぞ。ランキングも書かなきゃいけないのに。今日ダメだ、眠い日だ。初めての星
今もらえてるのは2月3日から2月4日限。じゃあもう10個連続で投げれないようになってんだ。みんなじゃあ投げてください。もらった日にすぐ投げてください。ゆうぴょんさん、チョコ塗りのバラと芋虫ありがとうございます。貯めれるよって書いてある。でもさ、それは4日までってことじゃないの？貯めれるのは違うのかな。4日までは貯めれるけど、あ、もらえるのがその日限定。あ、そういうこと。その2日でもらえるっていう意味。あ、じゃあもらえるのがその2日限定ってことなの。よくわからない。謎に包まれているね。チャレンジに貯めといてもいいし、受け取って、どういうこと？受け取れるのがその2日じゃないの？どういうこと？その謎謎みたいなのやめようよ。あー、無理、むずい。受け取れるけど投げないけど投げれるみたいな、よくわかんない。マジでやめてほしい。受け取れるのが今日と昨日。じゃあ受け取るだけで受け取って、投げるのは明日とか、そうやって貯めてから投げた方がいいってこと？2日で5個、2日で1回、2日で5個で2日で1回。一乗寺ひかるさん、お茶、お紅茶ありがとうございます。もうわかんない。いいじゃん、毎日ちょうだいよ。もうそれでわかんなくしないで。毎日ください。ややこしくするから分からなくなるんだよ。ねえ、毎日くれれば何の問題もないのに。ケチ。
つまり、まあバラのギフトは期間中に最大30個投げれます。はい、そういうことですね。ね、久々にくしゃみした私も、そういえば。ここしばらく出てなかったな。多分普通にはやってると思いますよ。でも普通にくしゃみはしてると思う。ただそれを配信中にしたのがすごい久しぶりな気がする。うん、くしゃみしただけでこうやってなるなんて平和だなって今思った。そこのあなた、うちのあれを見てほしい。ギルドの会話、ドラグエ、ドラエグのギルドの会話見てほしい。やばいよ。おでんの好きな具の話してっからね。平和の平和すぎる、マジ。やばくない？もっとしたい話ないのかな。なんか私がさ、なんかいいよって、その 何の話したいか決めていいよって言われたから、前日のご飯の話をしたんですよ。でおでん食べてた方がいて、で好きなおでんの具の話になって、てか意外とみんななんかめっちゃいいもん食べてるんですね。なんかすごい、なんか出てきたものが、みんなから何食べました昨日って聞いたものがなんかすごい豪華だった。すごいって思いました。いいもの食べた時だけ言ってる。そうであってほしいです、むしろ。なんかめっちゃみんながいいものしか食べてなくてちょっと嫉妬した。私の友達は最近
その国試、看護の学校に行った、看護のところに進んだ子とかが多かったりとかして、国試が近々あるらしくて、そう、みんな忙しそうです。高校の友達、試験、そうそうそう、ランキング書いてるだけなんですけど、なんかすいません、なんかでもさ、ショールームのさあれ、あのランキング書いてた時はなんかめっちゃ大変で、何が大変って、あの文字数がさ、ショールーム決まってないからさ、マジ永遠に名前続くみたいな人いるんですよ。そう、それで辛かったです。ドボンのランキング書いてます。これも仕事、いて、よいしょ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 、今は33、でもまだこれはあと1ヶ月分ある。やばい、全然終わんない。ランキングのハルピョンのところちゃんと読んでます。やば、最近ランキング10決入ってないから自分のところコメント書けなくなっちゃった。
もうさ、多い人で何枚ぐらい手に入れてんだろう。私が自分の写真に書いた、自分の画像に書いたやつ、何枚ぐらい手に入れてんだろう。多い人めっちゃ持ってそう。だってすごいですもん。なんか何回書いたこの人の名前みたいな。うん、人とかいっぱいいる。ちょっと待ってね、今色塗ってて。よし、細かい作業はね、目近づけないと。でもそう、昔からこの画像でやってるわけじゃないから、そう、この画像でやり始めたのも割とまだ結構最近の方で、うん、だから多い人でもそんなにめっちゃ多いわけじゃないと思う。そうそうそう、なんかちょっともうちょっとこっちかそこの、あとはなんか嫌だな、嫌だなって言うとあれですけどぐぬぬっていう方は、あのピョンズの P がたまに大文字の方がいらっしゃって、そうなんですよ、私はいつもの感じで P 小文字で書くじゃないですか。そしたらもうって感じあー書き直しーみたいな。あとアポストロフィーをつけるかつけないか問題ね。多分文字数的につけたら、あのつけたら入らないみたいな、つけなかったら入るんだみたいな。そうだから、あとひらがなの人とか、そう文字数的にね、あのピョンズって英語で書こうとすると6文字使っちゃうので4文字しか無理なんですよそうドボン、ドボンってあれそうですよね、10文字でしたっけ、違いましたっけ、忘れたけど、なんか多分文字数的問題の人が結構多い。ピョンまでの人とか、
そう。あ、確かに PZ の人もいますね。しょうがないんですよ、ピョンズって6文字だから。絶対こっち側に顔寄っちゃうな、体重をこっちにかけてるんです。にわかなので何が正しいか分かりません。まあ何でもいいんですけどね。はい、別に私を知っていうことを堂々と公言してくれてれば何でもいいです。もうめんどくさいけどつけてくれることが嬉しいので。なんか感じ難しい。アポストロフィーはしめじだったら出し方わかんだけどな、普通のあれってどうやって出すんだろう、普通の端末携帯普通のキーボードですよね。あるよ、この 1,2,3 のキーボードにしたらちょうど M の位置にあります。はい、せっかくさこっち側に行ったのに。しめじだったらあの M の M のフリック入力で上にしたら出るよ。うん、やってみて。てかあれすればいいんだよ、もう辞書登録ピッて打ったらピョンズって出てくるように。辞書登録しちゃえ。よし、72、あと32、ちょっと一回休憩。
時にさ、去ってカラオケ配信できないんですよね。映像倉庫に残したいんだ。でもこなんか私が書いてる配信なんて別に残したところでって感じではあるかもしれないけど、うん、ね、そうじゃない？ちょっと疲れちゃった。辞書登録の仕方が分かんない。辞書登録は設定から多分キーボードのところ行ったらいけると思います。それはちょっとサファリで調べてほしい。ちょっとそれは口で説明するのむずい。恵方巻き配信だって、恵方巻き食べるのって昨日だよね。ちょっと本気出そう。クッキー食べよう。開かないからやめようって言おうとしたら開きました。やばい、何してても可愛いって言ってくれる人がいる。どうしよう。会社の iPhone 辞書登録していいんですか？やばくね？やばくね？変顔。
え、待って、私今何回のイベントのさ、28回だよね。名前一緒なだけか。塗り直しかと思った。全員やり直しかと思いました。危ない。28が1個前、29が最新。え、待って今やってんのは20。え、じゃあこれ何、え、どういうこと、待って待って、むずいむずい。まあいいや、とりあえず書く、書くことには変わりない。28回が12月の順位だよね。合ってるよね、合ってるよね。28回、うん、私は今ってことは29回が1月の順位で、30回が2月の順位、合ってる。よし、忘れた。いつまでお菓子食べてますか。永遠に、これからも。え、大人になったら食べちゃダメとかルールないよね。だからずっと食べる。太らせないようにしてくれてるのかな、ありがとう。でもごめん、食べる。この時間はね、3時のおやつだからいいんです。一番なんか太りにくい時間帯らしい、3時に食べるのが。3時のおやつだから、みんなも3時のおやつ食べな。白い風船昔ハマってたな。
スーパー行ってきたけどまだやってて嬉しい。ごめんやりすぎてる、ごめん。スーさん、スガジーさん、お紅茶ありがとうございます。白い風船っていうなんかオレンジ色のパッケージと、オレンジと透明のパッケージのなんかお菓子があるんですよ。終わった、終わりました。あ、でもちょっと待って、第28回のやつのランキング、ちょっと待ってね、ここだけ。まあ、でもこれを編集しなければいけないんですけど、加工、画像加工、まあでもいいや、一旦終わったことに変わりはない。やばーい、iPad の充電がない。充電器どこだっけ。書いただけでは終わらないんですよ。そうなの。今何撮ってるかっていうとスクショして画像を編集するあれをしてて、そう、そのための。 OK、 とりあえず第28回はできた。29回は今これの充電がなくなっちゃうので、あと、そう、書いてる途中に切れるのが一番しんどい、充電がね。そしたら保存されてないからってなるから、これはもう29回の分はやめます。このスクショを iPad から一旦送って、待って、え、どこ行った。え、今すごい恐怖恐怖、待って待って、最近ピープルライブラリー、あれ、日別、月別、すべての写真、あれ、待って、この間10位まで書いたやつどこ行った。マイアルバム、あ、これだ、焦った。この間1位から10位の方の書いたじゃん、それなくなったかと思った。焦った焦った。毎月何の順位を書いてるんですか。ドボンのランキングです。ドボンで1位から何位だろう、
になってくださった方、1位から100位かになってくださった方に書いてる。そう、たまにはドボン配信をしてくださいって。またしますね。とりあえず一旦お疲れしたって言いたいところなんですけど、もう一個作業をしなければいけないことがあり、何時まで配信しようかな今日。3時半ぐらいになったら、まあ、でもカラオケ配信したいよね、ちょっとだけでも。でもこの充電があるのかな。そう、ちょっと一瞬切れますね。一瞬充電見ていいですか、この端末の。ちょっと待って、今充電見たら残り 65% になってて、いけるかな。充電せずに配信して、かつカラオケ配信をしたときに、ちゃんとあれしてくれるかっていう問題なんですよね。持ってくれるかどうかっていう問題。タカさん、赤バラありがとう。そうそうそう、とりあえず3時まで通常この配信して、3時過ぎぐらいからカラオケ配信します、はい、ゴンさん、お紅茶ありがとうございます。ありがとう。ぜひバラだったりアリスのあれをお願いします。アリスのやつをお願いします。バレンタインのやつ頑張りたくて。でもカラオケ配信でももう最近いっぱいやってるしな。歌う曲ある？ないか。やめようかな。みんながこれ歌ってって言ってくれれば嬉しい。やめないでって来てる。うん、
忘れたな。私波動って誰と出ましたっけ。写真見返そう。マホレミか。レミ公演中？やば、 LINE しちゃった。まあ、いっかまあいっか、別に悪いことではないまあいっか。くるりこさん、お紅茶ありがとうございます。ありがとう。 LINE しちゃった。公演終わりに帰ってくるっしょ。今日中に返してくれれば私的に問題はない。3年少女だったらすぐ変身できるあれガラケーだから無理ですよ。残念少女でも LINE ってものは入ってないんですよ受ける。ガラケーに LINE って入れれるの？そうなの？知らなかった。ほっといてよ、うざいんだよ、どうだっていいじゃない、私のことなんてって返される。もうそれすらもありがとうって感じはい。むしろありがとうですね、完全に。これどうやるんだ。これどうやるんだっけ。こうか。
何ガラホって、ガラホって何ですか。初めましての言葉すぎる。スマホ的なガラパゴスフォン。むずガラホ。ガラホガラホ。待って、やらかしてないわ、大丈夫。勤め先のガラホ、会社はガラホですだって。あんちゃんさん、おまささん、赤バラありがとう。中身のシステムはアンドロイド。あ、そうなんだ。じゃあパカパカするだけのアンドロイドってこと。まあでもパカパカする方が使いやすいよっていうね人もいるだろうし、もうなんか携帯なんてまず使いづらいよって人もいるだろうし、そう、それに関してはもう時代の流れでしかないですよね。え、だから私がおじいちゃんになる、あ、間違えた、おばあちゃんだまあわかんないですからね、何があるか。でも私がおばあちゃんになるまでに、あの、もしかしたらまた考えもつかないようなあれが出てくるかもしれないから、考えもつかなかった。違う、なんていうの、パソコンとか iPhone とか iPad とかそういう端末の類でね、考えもしてないものが出るかもしれないじゃないですか。だからそうなったら怖いですよね。無理無理、長い長い、そのくだり長い、無理、やめて長い。私が間違えたのが悪いんだけどさそれに関してはごめん、謝るわぜひ皆さんは、あの、アリス系をください、お願いします。せっかくくださるならね、アリス系が嬉しいです。アリス系だと喜びます、うん、ごめん、ありがたい、気持ちはめっちゃありがたいんだけど、同じあれだったらアリス系が喜ぶ。だって昔使ってたイヤホンがさ、耳のさコードがなくなるなんて誰が思ってました。昔誰も思ってないですよね。アリス系の芋虫喜びます。都市61号さん、お紅茶ありがとうございます。ゆきなりさん、お紅茶ありがとうございます。
ありがとう。あと今日のちょっと何時かはちょっとまだわからないんですけれども、このあと一つ嬉しいお知らせがあるので、またツイッターでお話お伝えしますね。はい、待っててください。またルピーマンなお知らせ、1月にやってたとあるの話です。早くもグラビア第2弾だとしたらもう全部早すぎでしょ決まってその冊子、その紙面を見た、そのお話をくれたその出版社さんも早いし、見た人も早いければ、そのお話、いやハルピョンに話をこれ振ろうってしたその人も早いし、そっからマネージャーさんが OK です、じゃあ橋本さんで行きましょうってなったのも早いし、そっから撮影したのもいつってなるし、発売までめっちゃ早くないみたいになっちゃうでしょだから残念ながらグラビアではありませんめっちゃおもろい、それだと。全部秒でことが進んでる。てかいつ撮影したのマジで。うん、あ、ミスった。あ、てかこれでいいじゃん。今度は当日撮影やばめっちゃおもろい。最近お菓子ばっか食べてるから無理だわ、さすがに。じゃあ食べないで。お菓子禁止令出されたった。モーリー、食べたい。この勢いでグアムの時の水着の解禁もお願いしますだって。グアムの時の水着なんてマジで撮って、写真撮ってない。し、着てない。グアムの時水着、あ、着たか、着たのか、忘れました。横道と一緒に海泳いだな。でも私本当になんかそのネモースさんのあれのとあれで、あの結構勝ち残ったので、あれが無理で、その普通に自由時間があんまなくって、なので普通にずっと仕事してたからナマコ触ってたうん、そうそうそう。
ごめん。ナマコ触れるわけじゃないですよ。触らなきゃいけない状況だった。うん、触りたくて触ってたわけじゃないですから。触らざるを得ない状況でした。本当どんな状況って感じなんですけど、本当にそれな本当にそれな。でもそういう状況だったんですよ。もう3時過ぎてる。マジ、お紅茶ありがとう。ありがとうございます。もう3時過ぎてた。じゃあちょっと待って、ここまでやりたいな。え、違う、間違えてる。 OK。よし、じゃあちょっと一回配信切ってカラオケ配信を、まあ20分ぐらいしたいと思いますので、またすぐ戻っていきます。それではしばし待たれよ。ランキング読みます。1位キラさん、2位くるりこさん、3位ともゆきさん、4位マークーンさん、5位一条寺ひかるさん、6位つっちーさん、7位まささん、8位すみちゃん、9位すーさん、10位ちゅうしんさん、11位かーさん、12位超大盛りうなとり丼さん、13位伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はダレルンさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。一日遅れの恵方巻き作って食べました。うまい。お、ちゃんと、じゃあ元気ですありがとうございます。ということで、それではまたこの後割と早めに配信をスタートさせたいと思います。はい、それでは少々お待ちください。最後にキャッチフレーズします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7382人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。それでは後ほど、ありがとう、またねー。